はい、どうもこんばんは、カズラトゥンでございます。本日ガチエリアを確保してということで、まあまあいっぱいしたら落ちますよ。いやもうじゃん皆さん、よろしくお願いいたします。いやー、もう頑張るしかないですよね、これはね。もう頑張る、ただそれだけでございます。ただそれだけ、本当に。もうさあ、おお、いいね。おお、私が今何かが見えたんだけど、全然でございましたね。よいしょよいしょ。とりあえずね、これを、おお、やばい、怖い、狙われてる、私は。よいしょ、スーパーエイム。よし、取りましたよ。あっ、キュン。あっ、キュンじゃないんだけどね。やべ、取られたってさ。ただね、まだ始まったばかりでございますよ。まあ、今ぐらい取られてもいいんでございます。さあ、やっべえな、これ。やっべえな。結構やっべえな、これ。何がどうなってるのか分かんないんだけど、俺。ちょっと待って、一回ここでガードってここら辺ちょっといけるようにだけして。まずいよな、これな。後ろにいる。あ、後ろにも前にもいたわ。あら、まずい。40まで進められてるね。状況はね、一転してあまりよくございませんね。いや、まずいね、これまずいね。で、こっちから来るんでしょ、避けて。あ、いや、そういうんでもない。まずいね。残り何秒とかなってるよ。まずい。インカが、いや、プイエ。さあ、これ生まれ変わる瞬間でございますね、このカズラ君が。あ、でも、もしかすると大丈夫な可能性もあるからね。どうだろう。さあ、次の武器は何でいこう。もう、エイム無視にした方がいいのかな。北斎。これどうかな。これでいってみましょう。はい、やってまいりました。ニューカズラトゥンでございます。本日は北斎で。北斎で行きましょう。これならもうエイム関係ないと思う。さあ行きましょう。ただね、射程があんまないのはやっぱ弱点なのかもしれませんけどね。まあ、そこら辺はいいでしょう。行きましょう、皆様。待て。さあ行くぞ。なんかね、画面に今ね、ちょっと出てきてるんですよ。ど真ん中に。ごめんね。ちょっと待ってね。まずは色塗りだよな。まずは色塗り。よいしょ。ペン。よし。まずはなんとかなったようだな。まずはペン。どこにいる？やべ、加工されたってさ。怒ったぞ。よーし、イカ。よいしょ。スーパーイカ。よいしょ、スーパーイカ。さ。一旦逃げて。よいしょ。ジャンプ。まず、後ろなんか来てる。よいしょ。よし。調子は悪くないね。来た。さあ、この横から隠れての。そこ。ピッ。よし。ちょっと待って。行くぞ。さあ、次は相手が取ってきて、まずいね。やべ、カウントリードされるよ。今回は負けたくない。リードされましたね。さあ、ペペ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 ペ。まずい、来ている。相手の裏を読む戦いが必要だ。よいしょ。逃げるぞ。ここに誰かいるのか、これ。待て、ちょっと待って。ペペ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 。こいつだけはやる。あ、いた、キャン。まずいよ。19、18、17。全然取れないんですけど。まずいね。これ間に合う？誰か止めて。あー、やん。いやー、取られましたねー。いや、でもね、今ちょっと使ってみて分かったけど、すごい楽しかった。すごい楽しかったわ。ちょっと、もう一回行こう。もう一回だけ行こう。
さあ、では行きますよ。次、モンガラキャンプ場。ちょっと距離が遠い。大丈夫かなこれ。まあいいや、行きましょう行きましょう。皆様、よろしくお願いします。お願いします。さあ、行きましょう。皆様、よろしくお願いいたします。よろしく。さあ、じゃんじゃん塗っていきましょう、じゃんじゃん。まずは自分のところを確保。ていうか、サブのやつ全然使ってなかったね、さっきね。さあ、来るわよい。あ、いった。あ、いった。いや、やべ。めっちゃ捕らえてるやん。なになに。ちょ、待て。やべ、確保されたってさ。まずいね。みんな何してんの？結構みんなやられた感じ？うんじゃねえ。まずはここにね。うん。よしよし。インク不足だと。ほい。インク不足はいいんだけどさ。どんな感じになってるこれ。よっしゃ、いか。私はいか。まずはこっちの方に来まして、ほんで、よしよし。いいね。そこ。また来るのか。よいしょ。あ、いった。クワイエット。あんな場所から攻撃してきてんの？あれはね、なんとかやりに行かないといけないな。私もこれ手伝いに行くわ、こっち。こっちから誰も行かなかったんだね。さあ、行きましょう。さあ。まずはゲージを貯めるのがね、基本でございますよ。どうだ、状況は。来た。カズラくんが来たぞ。カズラくんがやってきたけど。ほい。イカです。ただのイカです。裏に無駄に内側の方にやってきちゃった。ほんで、あいつはね、私を見るしかないの、あいつの方法は。やべ。やべ、遊んでる場合じゃなかった。やん。なんも言えねえわ、今のは何も言えねえ。うん。ちょっと楽しかったなーってぐらいでございました。はい、今回の武器はですね、北斎になりました。またですね、ランクが上がっても下がってもね、下がるまではですね、この北斎使い、たまにはなんか違う武器使うかもしれませんけども、そんな感じで遊んでいきたいなと思います。それでは本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ、バイバイキーン。